こんにちは、のりたろうです。今現在仮想通貨が大暴落しておりますが、今回は仮想通貨や現在使われている貨幣について考えてみようかと思います。私はコイン投資初心者ですが、私がコイン投資を選んでこうして動画にして YouTube で配信しているのには実は理由があります。それは今現在の信用創造で成り立っている貨幣経済に対して非常に疑問を持っているからです。信用創造とは何かということを、簡単に説明しますと、誰かが銀行からお金を借金した際に、銀行員が通帳に数字を記載することでお金が生まれるという現在のお金の発行の仕組みのことです。現在世界的な低金利政策が行われていまして、そこからの脱却が難しいという中で、特に日本では通常の銀行のビジネスがそもそも成り立たない状況が、今後もちょっと続くと思われておりまして、メガバンクが実質的な大規模リストラをしている中で、今後も銀行が信用創造することによって経済が回るというモデル自体が、私の個人的な感想ではすでに崩壊しているのではないかなと感じているからです。なので今回のお話はこの3項目でお話ししたいと思います。まずは今回の仮想通貨の大暴落のお話を通じて、そもそもお金とはというお話から、やはりコイン投資がいいよねというようなお話をさせていただきます。私の場合は、コイン投資をする側なので、コイン投資を強く進めるという理由はあまりないので、ポジショントークではなく、なるべくフラットな目線から見たお話をしたいと思います。まず1つ目、仮想通貨の大暴落ということで、まずは今話題の仮想通貨の暴落のお話をしましょう。仮想通貨の代表格といえばビットコインということで、ビットコインでお話をしますと、今回の、2021年5月に起こったビットコインの下落は 50% の下落、コロナショックの時は 60% も下落しました。そしてコインチェックのハッキングの事件、覚えてらっしゃいますでしょうか。あの時は 80% も下落しました。ビットコインは無限に発行できないということなので、そもそも有限なので、先に多くを囲い込んで保有している人が、意のままに価格操作ができてしまうということになります。どういうことかと言いますと、極端な例で言えばビットコインを全ての 50% 持っている人が仮にいたとして、その人がコインを高値の時に全てバーンと売ったとします。そうして大暴落を引き起こして、みんながパニックになって損切りをして、売りに出したら最安値でまたコインを買えるだけ買うということが、実質可能なわけです。その中で儲かると思って飛びついた人々が次々に養分としてお金を吸い取られる仕組みになっているのではないかなと思っています。世界的な株価の大暴落についても、株式を大量に保有している方々による価格操作という陰謀論的な話もあります。そういう方々が、仮に何人も集まれば、何か暴落する理由となるイベントをバーンと起こして、そのタイミングで株を一気に売るということで、大暴落の引き金を引くことは、比較的簡単にできるのではないかと思っています。そして安くなった株を回収して、さらに私腹を肥やすということができます。ウォール街ではタクシー運転手や靴磨きの人が株を買い出したら売れというような格言もあるくらいで、そもそも我々一般庶民は養分にならないように波に乗るぐらいしかできない世界なわけです。だからやっぱり現金が安全なんだと思われる方も多いでしょうが、現在のペーパー貨幣ですねは本質的に仮想通貨とあまり変わりません。むしろ仮想通貨に寄せようとしているのが現在の世界の動きではないかと思います。続いて2番目のお金とはというお話をします。そもそも、ここにある1万円ですねは、ここに日本銀行券と書いてありますが、日本銀行の借用証書ということで、
発行している日本銀行からすると負債になります。つまり、昨今騒がれている日本の国の借金の正体というのは、まあ、巡り巡ってこの1万円札とかですね、多くは銀行預金になって入っているというようなことになっています。このお話は三橋貴明さんが以前から詳しく解説されていますので、まあ、概要欄に貼っておきます。ただこの話をすると、まあ、現代貨幣理論と呼ばれる、まあ、英語では MMT とか、モダンマネタリーセオリーと呼ばれる学派なのかと思われてしまうんですが、私はそれはそれとして正しい側面もありますが、まあ、一方でですね、高橋蘭さんとかですね、梶正和さん、まあ、どちらも YouTuber ですけど、などが言うように、まあ、いつか財政の負債が増えすぎると限界が来るんじゃないかという話も一理あるかなと思っています。まあ、この話はどちらが正しくて間違えているといった単純な話ではなく、まあ、時の政権の舵取りの問題だったり、世界情勢 なんかも大きく絡む話なので、詳しいお話は三橋さんのお金に関する動画とか、あとは高橋蘭さん、梶正和さんが MMT について語られている動画を概要欄に貼っておきますので、まあ、ご興味のある方は動画終わってからまた見ていただけたらと思います。で、話を戻しますと、少なくとも私たち庶民に待ち受けているのは、まあ、結局増税という事実だけじゃないかなと思っていますし、もしも、本当に貨幣経済に限界が来るのであれば、私たち庶民が自分の身を守るための逃げ道として、まあ、金貨とか銀貨というのは一つの答えになるのではないかなと思っています。そして、まあ、今日のサムネイルにも書いておりました本題に入りますと、この1万円札の元々の原価は17円程度です。この模様のついた紙には、まあ、何種類かあり、同じく17円ぐらいで作られた1000という数字が書いてある紙が1000円として日本中や世界中が認識しており、まあ、為替レートによってドルとかポンドなどの他の紙切れですね、ペーパー紙幣と交換することもできるので、それだけの価値があると、まあ、みんなが信じているから成り立っているものとでいうことなんですけど、まあ、三橋さんに言わせれば、信用という抽象的なものではなく、まあ、バックに国の供給能力ですね、まあ、いろんなものを作る供給能力が担保となっているということなのですが、まあ、そういった実は不安定なもので成り立っているものなので、絶対的な価値がこれにあるわけではないわけです。そしてそれが行き着く先として今話題になっているビットコインなどの仮想通貨はもう紙など必要ないだろうということで、その実体すらない、つまり原価0円の文字通り仮想のもの、もはやものではない何かに対して、まあ、価値があるよということで、人々を誘導しているのが現在だと思います。2024年の新円切り替えというのがありますが、それはまさにその切り替えの時だと思っています。そのために政府はペイペイとかですね、いろいろなペイを無理やり普及させてデジタル貨幣への移行を進めているのではないかと思っています。まあ、おそらく新円切り替えの際はマイナンバーへの紐付けも強化すると思われますので、タンス預金と呼ばれる、まあ表に出てこない資産をあぶり出して税金を徴収しようと しているというわけです。そこで私たち庶民が財産を守るために必要なのが、まあ、次の、やっぱりコイン投資ということで、皆様の予想通りひたすらアナログな金貨や銀貨なわけです。そして仮想通貨は0円で、1万円札が原価が17円で、1オンスの、まあ、この金貨ですね、これは原価が、まあ、現在の金価格でいうと209,023円となるわけです。まあ、この出し方は水戸黄門の印籠みたいですけど、何より、金貨や銀貨は、紀元前からお金として使われており、一番古い金貨と呼ばれているのが紀元前500年頃のリディア王国という、まあ、今はない国のスタティール金貨というものです。アンティークコインは高いものでは数億円というものもザラにあり、
数千年前から色褪せずに輝きを放っています。金そのものについてはエジプトのツタンカーメンの金の棺やインカ帝国の黄金細工など金は富の象徴とされてきております。日本でも金閣寺や豊臣秀吉の金の茶室などやはり富の象徴とされてきたわけです。金は株と比較して儲からないという人が多いですが、金は株と違って価値がゼロになったことが歴史上一度もないということが絶対的な安心感を私たちに与えてくれると思います。そしてこの価値がゼロにならないということで、金貨の場合はビットコインのように大暴落を起こそうとしてもそもそも金価格以下にはならないというのと、それぞれのコインの発行枚数ですね、枚数が少なすぎるので需要と供給のバランスでいうと圧倒的に供給が少ないという世界なので、売ったら高く買う人が現れるだけということで、先ほどのビットコインのような暴落するストーリーというのが成り立たないわけです。ただし金のインゴットについては200万円を超えるものに関して売る側が国に報告する義務があり、マイナンバーと紐付けされてしまいます。なぜ急にマイナンバーの話をするのかと言いますと、いざお金が紙切れとなるような、ハイパーインフレが起こると金などの財産に対して財産税などという むちゃくちゃな税金を課せられて没収される恐れがあるからです。これは実際に戦後日本であったことなので、金のインゴットは絶対に狙われるのかなと思っています。そのためマイナンバーと紐付けされているということになるかと思います。しかし今のところ金貨や銀貨は購入も売却もマイナンバーの紐付けがないため、今のところ我々の資産を防衛する最適の武器なのかなと思いますが、いつここに、マイナンバーの間の手が伸びてくるかは分かりません。しかし一つだけ言えることは、アンティークコインを持たれている方々というのが世界の富裕層の方々になるので、ここから憶測ですが、パワーバランスでここは聖域の扱いになっているのではないかなと思っています。ということで結局は金貨や銀貨は、今から起こりうるであろう激動の時代を乗り越えるための助け船になってくるのではないかと思っています。じゃあどんな金貨や銀貨を買えばいいのかというお話は、私の過去動画で、コイン投資とはという動画上げておりますので、そちらをご覧ください。概要欄に貼っておきます。また、近日中に、アンティークコインですね。古い、古代のコインなんかを相場で買う方法についての動画も、アップしますので、そちらもお楽しみにしてください。ということで、今回のお話は以上になります。最後までご視聴くださいましてありがとうございました。また大変励みとなりますので、いいねボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。いつもご視聴くださっている皆様、本当にありがとうございます。それでは最後、皆様一緒に、レッツコイン。ご視聴ありがとうございました。